王位戦は新聞三者連合及び日本将棋連盟が主催する将棋の棋戦でタイトル戦の一つ。七番勝負の勝者は王位のタイトル称号を得る。1954年に三景新聞社主催の一般棋戦三景杯が準タイトル戦早指し王位戦に発展的に解消されて始まった。1960年には ブロック氏三社連合が主催に加わり、正式にタイトル戦に格上げとなった。それまで、ブロック氏三社連合は、名人 A 級騎士を対象にした名人 A 級勝ち抜け戦と、B 級騎士を対象にした B 級選抜トーナメント戦という二つの一般棋戦を主催していたが、これらはすべて王位戦に統合された。1962年、 三経新聞社は新たに規制線を創設することになり、大井線の主催から離脱した。その後、1967年に、東京新聞社が、中日新聞社に営業上とされたのに伴って、東京新聞社主催の東京新聞社杯、高松宮賞争奪将棋選手権戦も統合され、東京新聞にも大井線が掲載されることになった。さらに、 1973年には、神戸新聞社が、1984年には、徳島新聞社が主催に加わり、現在は、北海道新聞、中日新聞、神戸新聞、徳島新聞、新聞西日本新聞のご主主催となっている。2021年、緑茶飲料、大与茶を製造を販売している伊藤園が特別協賛を発表。これにより、 第62期と63期の2回は、規制に表記が、王位おさはよ戦となる。予選、挑戦者決定リーグ、挑戦者決定戦によって挑戦者を決定する。王位と挑戦者は、王位戦七番勝負を戦う。持ち時間は、予選、挑戦者決定リーグ、挑戦者決定戦が各4時間。七番勝負は持ち時間8時間の2日制で、1日目の、 終わりには封じ手を行う。他の棋戦では、タイトルホルダーや永久棋士は、回予選が免除される場合が多いが、大井戦では、このような上位棋士シードが一切なく、前年度からのシード4名以外のすべての棋士が、予選2回戦までには登場する。そのため、予選段階でのバ番狂わせ型棋戦により起こり、安いという特徴がある。2021年2月より、 女流騎士が挑戦者決定リーグ入りを果たした場合に、騎士編入試験の受験資格を与えられることとなった。紅白それぞれのリーグの優勝者同士で一局だけ差し、その勝者が挑戦者となる。次期王位戦の組と順位は、挑戦者決定戦の敗者は白組1位、挑戦者決定戦敗者と同じ組の2位は赤組2位。 挑戦者決定戦勝者と同じ組の2位は白組2位となる。王位と挑戦者決定戦の勝者が7番勝負を行う。7番勝負は全国各地の旅館や料亭などで行われる。敗者は次期王位戦赤組1位となる。衛星称号である衛星王位は王位を通算10期もしくは連続5期以上を保持した騎士に与えられる。 2021年9月現在、衛星王位は、大山康春、中原誠、衛星王位の資格を持つ騎士は、羽生義シなお、中原は60歳になった年度に、現役で、衛星王位を故障した。第62期終了時点主催者側の意向で、テレビ中継は現時点で行われておらず、2017年になってからインターネット配信が行われている。 2016年までは、将棋のタイトル戦の中では唯一対局上の映像インターネット配信が行われていなかった。代わりに1分ごとに両対局者の様子を自動撮影したスチル写真の自動配信が滝戦に先んじて行われていた。また、大盤解説会の中継が行われたことはある。2017年からはアベマ TV が7番勝負を生中継している。 2018年2019年はニコニコ、生放送でも生中継が行われた。口述の通りかつては、ブロック史三社連合を主催。2021年現在は、新聞三社連合と呼称している。大井線中継サイト、新聞三社連合とはなど参照。2021年現在、大井線中継サイトのトップでは主催は、新聞三社連合と、 将棋連盟が併記されており、日本将棋連盟のサイトでも、日本将棋連盟主催棋戦一覧のページに、大井戦を載せている。AB、将棋八大棋戦比は P104 度なる、藤井二冠の、初手、お茶、大井戦を、伊藤園が特別協賛も、スポンサーは、サントリー、スポニチアネックス2021年2月2日、厳密に言えば、一回戦から指すのが、フリークラス。 新四段などの会の騎士や女流騎士だということはある。女流騎士、奨励会員、アマチュアにおける、規制優秀者への対応について将棋ニュース、日本将棋連盟、www.shogi.or.jp2021 年2月7日閲覧。シードと予選通過者に、順位差がついたのは、第27期より、 挑戦者決定戦進出者ともう一人の残留者に順位差がついたのは第37期より3人以上の場合のプレイオフはトーナメント形式となる例えば3勝2敗が5名0勝5敗が1名の場合5人によるトーナメント戦になる第46期リーグの結果及び第47期リーグの編成を参照第46期の挑戦者 決定リーグ赤組においては、リーグ表1位2位及び3位の2名が3勝2敗で、並んでおり、4人でのプレイオフが組まれた。この時、プレイオフで勝ち残った、千崎学は、次期リーグ残留、次期リーグ表1位となった。ただしもう一人の残留者は、プレイオフ1回戦で勝って2回戦で負けた、渡辺明ではなく、今期リーグ表1位の谷川浩二となった。 山田道義はリーグ戦最中の1970年6月18日に急成した。村山清はリーグ戦を病気入院により途中休場。1998年8月8日に成去した。南大戦戦は挑戦者が年上のため、木村藤井戦は挑戦者が年下の最大年齢差である。藤井大井が誕生最年少2冠に、 2020年8月20日閲覧。藤井二冠記入、第4局1500万円大井戦封じて、入札締め切り。中日新聞。https コロンスラッシュスラッシュ www.chunichi.co.jp スラッシュアーティクルスラッシュ124345将棋配信は、2個性だけ大井戦のユーストリーム中継から可能性を。 考えてみる BMBB JP2014 年7月9日。ありがとうございます。